皆さんこんにちは。今回はツイッターとかで話題の面白い考察の動画。ただ、日本語の解釈って結構何でもできるので難しいライン。今日は、そうだなぁ。あの大きな青山柄さんがすっごく気になるんだ。ふっくらしてて、ふわふわで、のんびりしてるでしょ？なんだか警戒心もあんまりなさそうで。壺の精霊って、つくも神みたいなもの？もしかして、あの山柄さんの本体って壺なの？それとも、今が元の姿で、私と同じように女の子に変身できたりするのかな？はい、この一文がキララが女の子に変身している実は男の子。という説で盛り上がっているようです。実際どうなのでしょうか？個人的には妖怪に性別なんてないのでは？という、斜め上の考えをしているのですが、英語版で見ると、まず、丸は英語名でタビーなんですが、なんだっけ、女性を指す三人称のシーが使われています。そして、同一の文章で、丸に対して女性に使用するハーやシーを使用していて、決定的な違いは、女の子の部分がヒューマンガールとなっている部分でしょうか。まあ、意味としては通じると思いますが、この文章を読むと、丸は今の姿が元の姿で、私みたいに人間の女の子に変身ができるのかな？という解釈になりました。文章だと同性プー同性なんですよね。ただ、一応ギリギリ同とでも取れるラインではあるので、言われてみればそうかも、とはなるかもしれない。ただ、文章見た感じだとその説は結構怪しいラインですね。皆さんはどう思いましたか？日本語は結構文字から発展したり想像する文化だと思っているので、一概には言えないとは思いましたけど、どうなんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。さようなら。